皆様こんにちは、あずみです。前回ね、おじいちゃんパソコン SSD 化したんですが、めっちゃ速くなってすごい使いやすくなりました。ただね、付属のソフトを使ってクローン化っていうのをやっていたんですが、ちょっとね手間取ってしまいましたよね。でそれをね、見てくださっていたイーザさんでいいのかな、うちのねソフトを使ってみないかっていうお話をいただいたのと、今後ねゲーム実況をしていきたいなと思っているので、 PS4これのね SSD 化をしていこうかなと思って今回撮影をしました。ですが初発から失敗してしまいました。これね、私が調べていなかったっていうのも悪かったんですけれども、まずはねこちらの図をご覧ください。はい、今回ね PS4 ナスさんにお借りしたんですけれども、この PS4 の中身がどういう風になっているのかというと、パソコンとそんなに変わらないんです。マザーボードがあって、 CPU があって、SATA ケーブルにつながってハードディスク 500GB が積まれているんですけれども、ここで何が問題になってくるのかっていうと、この SATA ケーブルなんです。でこの PS4 には3種類大まかに見てあるんですけれども、 CUH の1000番台、2000番台、トンデン7000番台とあります。でこの7000番台がPS4 のプロになります。でこの SATA もこの下に書いておいたんですけれども、1000番台が SATA 2.0、 2000番台も SATA 2.0 で、7000番台だけ SATA 3.0 となっています。これどういうことかよくわからなくて調べてみたんですけれども、 SATA 2.0 は 3GBps で、 SATA 3.0 は 6GBps。このギガ BPS っていうのは通信速度の単位だそうです。でギガ BPS は1秒間にどれだけのデータを送ってくれるかっていうことなんですけれども、1秒間に3ギガビット通信できるのが SATA 2.0 で、1秒間に6ギガビット通信できるのが SATA 3.0 ということになります。ギガ BPS とか分かりづらいですよね。これね、道に例えてもらえると分かりやすいと思います。SATA 2.0 は1車線、 SATA 3.0 は2車線あるので、データの通信量が速くなると、こういう風に考えてもらえれば分かりやすいんじゃないかと思います。今回ね、ナスさんにお借りしたこの PS4 なんですけれども、これ2000番台になります。なので SATA も 2.0、 引き出しからゲームを取り出すのすごく速くなったんですけれども、通信速度が遅いからそんなに速くはならないよということだったみたいです。はい、今回 SSD に交換しても、そのね速さっていうのがあまり実感できないっていうのは、まあ SATA 問題っていうことで分かったんですけれども、じゃあ SSD だったりハードディスクだったり、どういうものを購入したらいいのかなと思って、ここも調べてみました。でね、 PS4 でこれ認識できる容量っていうのが最大で 6TB までなんだそうなんですが、これね、使える容量っていうのが 2TB なんだそうです。 SSD のね 1TB これなんですけれども、2019年現在で約18,000円、これねメーカーさんによってちょっと違ってくるんですけれども、 2TB だと35,000円、倍ぐらいするんですよね。値段の点で言うと、ハードディスクだとね 1TB で、だいたい安いので5000円ぐらいで、 2TB になるとその倍の1万円ぐらい。はい、今現在ね PS4 をお持ちでないという方はね、まあ予算的に余裕があれば PS4 Pro を買ってね、後々 SSD 化していくっていうこともやっていけるのでおすすめなんですが、もう今現在ね PS4 を持っていてハードディスクがいっぱいになっているよっていう方、これねどれぐらいの容量を買えばいいのかっていうところ、これもね気になるところだと思うんです。ゲーム1タイトルあたりの大きさっていうのはだいたい10ギガから40ギガぐらいなんですけれども、まずはこちらご覧ください。ナスさんがもともと持っていたゲーム、ドラクエだったりモンハンだったりっていうのはこれぐらい。最近流行ってるね、私でも知っているゲームっていうのはこれぐらい。映像が綺麗なゲームはね、容量も大きくなりますね。そしてね、ハードディスクや SSD など、これストレージと呼ばれるものなんですけれども、これ満タンに詰め込んでしまうと処理が遅くなってしまいます。
これパソコンでも言えることなんですが、だいたい 70% ぐらいで収めておくとスムーズに作業できるみたいですね。で、めっちゃいろいろゲームするっていう方だったら2テラぐらい。これ2テラなら43タイトルくらい入ります。で、一つのゲームをやり込む方だったりとか、あんまりゲームやらないよっていう方だったら1テラぐらいでいいと思います。1テラだと20タイトルがゲームなどに使うことができるので、まあここら辺がおすすめかなと思います。はい、ということでね、SSD、ハードディスク。これのね、値段の差っていうのがね、分かったと思うんですけれども、次にね、この PS4。3種類あるって先ほどお話しさせていただいたんですが、これそれぞれでどう違うのかっていうのをね、説明していきたいと思います。一番初めに1000番台。これ今現在は中古でしか売られていないんですけれども、光デジタル出力端子っていうのがついていて、これがどういうものなのかというと、まあ、アナログ。これと違って、音の劣化もなく、1本のケーブルでアンプにつなぐことができるので、ホームシアターとかね、これをスマートに構築することができたそうです。で、この1000番台なんですが、今でもね、2万5000円と新品とあんまり変わらない値段で売られているんです。やっぱりね、この光デジタルっていうのをね、必要としている方がいらっしゃるみたいですね。はい、では次にね、この2000番台、ナスさんにお借りしたこの機械と同じものなんですけれども、これね、別名 PS4 スリムと呼ばれていて、これ1000番台よりも軽くて薄くなっています。で、中身はね、ほぼ1000番台とそんなに変わらないんですけれども、ゲームをするときにスピーカーよりも臨場感を出すためにヘッドホンつける方とか多いと思うんです。なのでまあ余分なものは全部取っ払ってシンプルにゲームを楽しむための機械になりました。これ今現在で 26,978円で購入することができます。はい、最後に7000番台 PS4 Pro なんですけれども、これは 4K 出力で綺麗な映像でゲームができるというものになっています。このね、2000番台のものに比べてCPU だったり GPU だったりっていうそれぞれのね、パーツっていうのがグレードアップしているので、 4K で出力したとしても綺麗な映像でゲームができるというものになってますね。で、やっぱりね、お値段も高くて今現在で 43,178円と、このね、2000番台に比べて約1万6000円高くなってしまいます。ただこれね、今後ゲームをやり続けていく、やっていくっていう方にとっては損のないものになってるみたいです。はい、ということでね、ここまで PS4 のことをいろいろ調べたのでお伝えしてきたんですけれども、もうね、この PS4 で SSD 乾燥したとしてもそんなに効果が見られないよって、なんでだろうと思っていろいろ調べた結果だったんですけれども、今回ね、私が調べたこと、これがね、皆様今後のね、糧になればなと思っております。で、今のところね、これナスさんのPS4 を使って今後ね、ゲーム実況だったりとかもやっていこうかなと思っているんですけれども、まあね、自分でも買おうと思ってます。その時にはね、PS4 のプロを選んで、SSD に換装して、まあ、ちょっとでも処理を早くしてね、やっていこうかなと考えております。で、今回 PS4 のことだったんですけれども、次回は、イーザスさんのソフトを使って SSD に換装するっていうことをやっていきます。どれぐらい早くなるのかっていうことも一応ね、検証でやっていこうと思っておりますので、皆様楽しみにお待ちくださいませ。では、この動画を見ていいなと思っていただけた方、グッドボタンを、チャンネル登録、まだお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた見てください。ありがとうございました。